18B 通訳者の体験談。Thank you very much. It's a great pleasure to be with you here in Japan again. This is my third visit to Japan, and I always enjoy coming back to Japan for many reasons, not least of which is that Japan is the only country in the world where I feel like a tall man. But fundamentally, the reasons for the interest in Japan are very different. It is because Japan is at one and the same time so different from my own country, and yet in other respects so much alike. And it is fascinating to see how the same basic underlying forces work themselves out in a society that is so different in so many respects. Of course, we have all been impressed greatly with Japan's enormous economic progress in the post-war period, and the free world is pleased at such progress. It is strengthened by such progress. We all believe that Japan is in a position, as time has passed, to give a lead to many of the other countries of the world about how to continue this progress. And one of the directions which is closest to what I shall talk about today is the lead which Japan may give and should give to the rest of the world in liberalizing its trade, its relations with the rest of the world. Japan has never benefited from its restrictions on trade, but whatever excuses there may have been certainly exist no longer. And it would be a very good thing for Japan and for the world if you were to take the lead in reducing and removing and eliminating completely all remaining barriers to trade, not by a program stretched over 5 years or 10 years, not by liberalizing half by 1972, but by removing the restrictions, if not yesterday, then tomorrow.再びお国に参ることができまして、私大変に喜んでおります。実はお国を訪れましたのはこれが3回目でございまして、日本に参りまして私大変嬉しいことがいくつかあるわけでありますが、そのうちの一つはですね、日本に参りますと私が背が低いということをですね、あまり意識しないで済むということでございます。ただまあ冗談は抜きにいたしまして、基本的にですね、私が日本に非常な関心を持っておるという一つの理由は、日本が私の国アメリカといろいろな面において非常に異なっておると、しかしまた同時にいろいろな面において非常に類似しておるということがあるからでございます。つまり日本ほどアメリカと異なっている国において、基本的には同じような力とフォーシズというものが働いているのだということを目の当たりにいたしますことは、大変に私にとって喜ばしいことなのでございます。もとより日本が戦後20数年の間に遂げられました非常に巨大な経済的な進歩というものにつきましては、感銘を深くしておるものでございまして、日本のような自由世界に属する国々がこのような進歩を遂げられるということによって、自由世界が非常に強化されているということは否めないことでございます。しかし私は、日本は今やこの全世界に対していかにしてこの進歩というものを継続するかという点において、一つのリード、すなわち指導性というようなものを与えられるべき時期に到達しておると信ずるものでございます。実は今日の私のお話に今私が申し上げましたことが一番近いのでありまして、私はやはり日本がこのリード、指導性というものを与えるであろうし、また与えなければならないというふうに思っておるものでございます。どのような意味における指導性かと申しますと、やはり貿易といったようなものをもっと自由にする、そして他国との関係と
というものをもっと自由にしていくという分野における指導性を私考えておるのであります。で、日本がまあ今までいろいろな貿易上のレストリクション、制限といったようなものを課してこられました。しかしその貿易制限といったようなものによって日本が利益を被ったということは私は一つもなかったと信ずるものであります。またたとえこの貿易制限というものがの存在理由というものが過去においてあったといたしましても、その貿易制限のを正当化するための理由というものは今日もはや存在をしていないということを信ずるものでございます。したがって私日本がいろいろな貿易上の障壁をですね軽減し、そして最後には完全にこれを取り除かれるということがお国にとってのみならず全世界にとって良いことであるということを信ずるのであります。しかもこの貿易制限を撤廃するにあたられては5年先とか10年先とかというような気の長いプログラムではなく、また1972年までに現在の制限の半分を撤廃するというような微方策的なものでなく、昨日それを撤廃することができなかったとしてもぜひ明日には全部これを取っ払っていただきたい、こう望むものであります。大変素晴らしい通訳ですね。この通訳をやってる人が誰かもこれはご紹介のようもないと思いますが、あえて付け加えるという形で申し上げると、国際商科大学教授として、文化人類学で、大変な業績を重ねつつあり、しかも NHK 中級テレビで、ずっと長い間指導に当たられておる。その上にまた、外務省の参与として、またその上に外国に特にアメリカに旅行して、そして講演旅行を重ねておられる、国際的な言論活動に獅子奮迅の活躍をされている、国広正夫さんをお迎えすることになりました。今日はいろいろと舞台裏の話も含めて、貴重なお話を伺えるものだと思っておりますが、そういう話をできるだけうまく引き出すという役を今日はお二人の方に演じていただくことにしておりますので、一つよろしくお願いいたします。利根さんと大辻さんであります。どうぞ。一般の人もですね、通訳をやると、あるいはその通訳者になるというきっかけはですね、どういう場合に生まれるかわからないわけですね。その場合、一般の英語運用能力とそれから通訳の技術との接点でですね、何かその通訳者として求められるその資質などがありましたらご紹介いただけますでしょうか。まあ、何といっても通訳という作業は言葉を媒介とした作業ですから、英語と日本語との通訳者の場合で言えばですね、日本語については言うまでもないことですけれども、英語の理解力がですね、まず大変に求められるというふうに思いますし、また同時に実際に英語を使いこなす、例えば喋るというようなその能力がですね、必要であることは言うまでもない。でこれがなければ通訳という作業、あるいは翻訳という作業は始まらないわけですね。ですからある種の基礎的な素養としてね、日本語及びある外国語の理解能力はもとより、この運用能力にもですね、相当高いレベルで通じていると、そうして後に初めてその通訳とか翻訳とかというですね、技術的な訓練が必要になるというか、有効になるというふうに思いますね。国広先生は長いこと異文化間の問題というものをずっと取り上げていらしていますけれども、特にその英語国民と日本語国民のその発想の違いというものを学び取るためには、今の先生がおっしゃったように多読という方法と、その他にどんなものがありますでしょうか。これはよくその話でですね、異文化間のその違いというものを理解するにはその法律関係の本を必ず読んどくべきだというようなこともよく挙げられますけれども、その辺に関して国広先生のお考えを聞きたいと思うんですけれども、異文化というと、非常に大行に聞こえるわけですけれども、話をですね、通訳とか翻訳と、いうような異文化間伝達の一部分にですね限って、申し上げるとすれば、
一つはやはり例えばまあこれはアメリカである必要はない語もないんですけれども、例えばアメリカならアメリカという異文化についてですね、まあ、書かれた書物というのは様々あるわけですね。英語で書かれたものもありますし、あるいは日本語で書かれたものもあると。でそういったものをですね、たくさんまあ読むことによってアメリカならアメリカという社会あるいは文化あるいはまあ歴史についてですね、できるだけ広く知識を持っておくということがこれは非常に役に立つと思うんです。で私自身のまあ体験を申し上げますとね、これはまあ古い古い話になって恐縮なんだけれども、例えばあの永井荷風のアメリカ物語というね、これはおそらく明治の終わり頃に書かれた書物じゃないかと思いますけれども、あの永井荷風さんのアメリカ物語ないしはまあフランス物語などというのを読んでね、何かこうアメリカというもの、あるいはそのフランスというものがですね、文化としてもっとこう近しい存在になったということはあると思うんですね。別にそのアメリカ学入門とかアメリカ地域研究とかというその仰々しい名前はついていませんけれども、非常に優れた一人の日本人が日本人の眼で異文化であるアメリカならアメリカというものに触れてですね、そして非常に鋭い感受性でアメリカというものを受け取ったと。でそのまあ心の奇跡みたいなものが、まあ、永井荷風のアメリカ物語であるわけですから、そういうものをその読みますとね、もともと日本人としてこう波長はかなりこう合ってるわけでしょ。永井荷風と私の間にね、向こうの方がよっぽど優れた人であることは間違いないけれども、まあ、波長は合っていると。でその同じ波長にですね、一つの違った文化なり社会がどのようにこう移ったかというね、それをまあ読むことによってこうアメリカというものをその理解する時の取っかかりと申しますかね、あるいはその鍵みたいなものがねこう手に入るということがまあ言えるんじゃないでしょうか。まあ、これはまず第1点だと思うんです。第2点はですね、これはむしろまあ翻訳通訳というようなことに話を近づけて申しますと、やはり英語のものを日本語に訳す、あるいは日本語のものを英語に訳すという作業はね、これはもうやはり両者の違いをですね、こうまざまざとこう実感させてくれるね、非常にいい方法だと思うんですね。でよく言われることですけれども、英語と日本語のように非常にこう語順も違うし、それから語族もですね、属している語族も違うと、あるいは必ずしもその共通の概念をですね共有してはいないと、まあ、いうような場合にはね、これ直訳っていうのはもう全く意味をなさない場合が多いわけですから、どうしても例えば英語を日本語に訳す場合に、あるいは日本語を英語に移す場合にはですね、その両者のいわばレトリックといいますか、それぞれのレトリックをですね、踏まえて、橋渡しを、まあ、しなくちゃいけないと。したがって別にその発想の違いがどうだこうだというようなですね、仰々しいことを言わないまでも、勢いその自然にですね、両者の違いというものをこう非常に強く意識させられると。でその意識が非常に強烈であった場合にのみ翻訳なり通訳なりというものはうまくいくわけですからね。ですからまあその意味では翻訳通訳という作業は異文化間の相違をですね、身に染みて理解する上に大変に有効な手立てであるというふうに思います。最後におっしゃったその法律云々ということですけれども、私自身はまあ法律っていうことをまあ全く不案内に無縁に過ごしてきた男ですから、まあ偉そうなことは言えませんけれどもね、ただ一つ言葉の勉強の面においてこういうことを言えるんじゃないかなっていう気がします。でそれは何かというと、法律の文章というのはですね、あれ法律の文句というのは実にそのある意味において簡潔でなければならないと同時に、ある意味において非常にこう行き届いたですね、かゆいところに手の届くようなものでなければならないと。法律の文章があまりにも曖昧模糊としておりますと、さまざまな違った解釈を生んでですね、紛争の種になりかね、ないわけですから、一方においては簡潔さが求められると同時に他方においては大変な念入りであることがまあ求められると。ですから私自身もね、実は法律を専門に勉強したことはないけれども、法律の文句をですね、かなりある時期において一生懸命にこう勉強したことがあるわけです。
でその結果、まあ、どういうことが生まれたかというとですね、一方においてはその念入りの部分が少しこう私に影響しすぎましてね、どうもお前のしゃべる英語はね、このなんていうかな、七面倒くさいというかね、あるいはその念が届きすぎていていけないと、もっとこう省略すべきところはピッと省略しなさいというふうにまあ言われることもあるわけですね。で、おそらくそれはまあ法律の文章を英語のお手本として勉強したということが一つの後遺症になってね、残っているのではないかという気がしますけれども、まあ、しかし、まあ、私どもにとって英語っていうのは所詮は外国語ですからね、念が行き届かないよりは行き届いた方がいいと、5つしか言わないでですね、あらぬ誤解を招くよりはね、15、5つだけ余計言ってですね、そしてその誤解の幅をですね、最小限に縮めておいた方がいいと、こう思いますんでね、今のお尋ねに直接お答えしたことにはならないかもしれないけれども、やはりその念の言った外国語を身につけるために法律の文章の勉強はですね、大変に有効ではないかなという気がいたします。確かに先生、今おっしゃったように通訳の場合にはですね、特に同一訳の場合ですね、時間的な制約とありますから、うん、さっきおっしゃったようにかゆいところに手が届くようなその解釈、はい、これ必要な場合もありますし、またそれができない場合もあると、おっしゃる通りですね。そういう点を考えましてですね、はい、一般的にまた話を戻しますけども、はい、長い通訳体験の中でですね、先生としてぜひこの点だけは指摘しておきたいと思われるようなその通訳術のコツみたいなものがありましたらですね、その点お話しいただけますでしょうか。そうですね、その通訳技術の要定とでも言うべきものでしょうが、まあなんといったってやっぱり原文が理解できるっていうことがね、一番大事だと思いますよね。ですから話がそれて申し訳ないけども、私自身はね、英語から日本語にするよりもね、日本語から英語にする方が比較的気楽なんですよ。というのはその英語から日本語にするという場合には、なんといったって外国語ですから聞き取りにまあ困難があると。特にまあ内容的にですね、十分に私がこう慣れている分野でないね、例えば自然科学の非常に先端的な分野とかですね、私があまりこう部案内に過ごしてきたような分野のものっていうことになりますとね、こう内容が理解できない、ましてや外国語である、したがってもう聞き取りに非常に難重すると、まあ、いうようなことがあるわけでしょ。ですからね、その聞き取りに困難を感じるようなものを訳せるわけがないと、これはもういかに通訳技術がですね、立派に身についていたとしてもね、理解できないものをまあ訳せるわけがないと。その点、まあ日本語で、行われた発言ですとね、まあ、若干その自分の専門の分野と離れていても、まあ母国語のありがたさとでも言いますかね、その聞き取りにはさほど苦労しないと。でこれをまあ英語に訳すということはまあ比較的気楽にできると。でもう一つありがたいことは、その英語の良し悪しっていうのはね、我々本当にわからないわけでしょ。日本語だとその自分の喋っている日本語の良し悪しがすぐこうピンピンとこう頭にきますからね、なんか意に染まないっていうようなこともありますけれどもね、しかし幸い外国語である英語の場合には、そこまでそのちゃんとした英語になってるかどうかわからないもんですからね、まあその知らぬが仏でね、もう原文が理解できたと、そいつをまあどうやらこうやら曲がりなりにも英語になったというまあ気持ちでね、安心感みたいなものがねあって、おそらくその英語自体は大変にこの曲がりくねったね間違いがないにしても、まことにその拡張も風格もないね、日本語である英語であるのかもしれないけれども、まあどうやら周りにも理解できる、伝えることができたということでね、まあ、満足感があると思うんですね。ですからその通訳技術という以前の段階でね、やっぱり相手の言ったことが理解できるということが一番大切だと。特にまあ外国語で発言されたものを理解するということはさほど簡単なことではないと。そのためにはもちろん英語なら英語という外国語にも徹底的に習熟するという努力が必要だし、同時にやはりそのなんていうかな、知的野次馬とでも言いますかね、世の中のその神羅万象ありとあらゆることについてね、興味がある、関心がある、人間の営みである以上はですね、やっぱり面白いというね、
なんかそういうその旺盛な貪欲な知識欲野次馬精神っていうようなものがね、同時にやっぱり非常に必要じゃないかなという気がしますね。まああまりこれまたお答えになってないで申し訳ないんだけど、あの通訳になりたいとか、まあ、同時通訳をぜひ自分でやってみたいと思ってる、その、まあ、特にこのテープ講座の受講生である人たちの、はい、そのほとんどの人が多分その心の中で、はい、通訳になるにはバイリンガルじゃなきゃいけないんだろうかっていうようなこと、しかもその勉強を重ねていく上で必ずその海外、まあ、生活をしているとか、うん、そういう体験がないと果たして一流の通訳にはなれないんじゃないかというようなこう危惧を抱いているものが随分いると思うんですけれども、はい、その辺国広先生はどうお考えでしょうか。そうですね、あの、まあ、バイリンガルという言葉のまあ意味が問題に当然なってくると思うんですね。で私自身はね、まあ、本当の意味におけるバイリンガリズムってのはありえないんだと、まあ、いうふうに考えてるんです。まあ、専門家はそのバイリンガリズムというものを2つにこう分けましてね、いろいろこうやかましい議論をまあするようですが、まあ、そんなやかましい議論はしないまでもね、2つのまあ言葉がですね全く同様にね、理解もでき運用もできるという人というのは私はそんなにねたくさんいるとは思わないんですよ。ほとんど不可能ではないかっていうのが私の、まあ、率直な感じです。そこでまあそのバイリンガルにその近づくというねことは必要かどうかと。でこれは私はやっぱり、通訳者翻訳者の場合にはね、たとえ不可能とは知りつつもね、最大限にそのバイリンガルであろうとするねこう普段の努力というのはね、これはやはり欠かせないと思うんですね。ただまあその普段の努力の中でですね、外国、例えばその英語なら英語が母語として喋られているイギリスなりアメリカなりにねこう住むことがね、必要であるかどうかというまあお尋ねになると思うんです。で私はもちろんね、英語を勉強するにあたってイギリスなりアメリカなり、まあ、ニュージーランドでもオーストラリアでもどこでもいいで、カナダでもどこでもいいですが、その言葉が喋られているその、まあ、地域にですね行って、そこでまあしばらく生活を体験するということはね、大変に望ましい条件であるということは、これはもう疑いを入れる余地がないと思うんですね。ただね、望ましい条件であるというのとね、ですから不可欠な条件であるというのはね、私はちょっと違うんじゃないかという気がまあ率直に言ってするんですよ。外国に行かなければ、イギリスアメリカに行かなければ英語は絶対に身につかないかとこう言われた場合にはね、私はそうではないなというふうに思いますね。望ましい条件と不可欠な条件の違いだと私は思います。先ほど国広先生がおっしゃってました知的野次馬ということで、あの私も国広先生が NHK の中級でいろんなゲストをお招きになってお話してたのを非常にあの楽しみに拝聴させていただいた一人なんですけども、であのコーナーで非常にいろんな分野の方がいらして、で話がこうどんどん伸びていくと、でまあ専門家ならば非常に突っ込んだ話も分かると思うんですけども、国広先生はどの分野に関しても非常に突っ込んだお話をなさっているのに非常にあの驚いてお聞きしていたんですけれども、まあ、知的な野次馬でなければね、例えばまあ通訳者っていうものは成り立たないわけですね。日本のようにあのまだその通訳者の数が絶対数が少ないと、そして今日は医学会議、明日は犯罪会議、その次はその金融財政に関する会議、その次は環境問題についての会議というような風にですね、世の中のその神羅万象全ての面倒を見なくちゃいけないような、つまりその意味においてはこの非常に層の限られたね日本の通訳界においてはですね、どうしてもそのバーサタイルといいますかね、八種見学とでも申しますか、ありとあらゆるそのいくつかの分野にこう通じていないとですね、通訳としては失格であると、もうそれだけに絶えざる勉強を強いられるんでね、通訳という仕事がまあいかに辛いかと大変であるかということにもまあなるんですけれども、まあ私がまあトークショーで何年間かやってきましたのは、やはり考えてみればそれ以前 の, そのまあ通訳者としての体験が何がしかありましてね、そこでまあさまざまな分野の話をね、耳学問でしたけれどもしたと、門前の小僧であったけれども、まあ、ならぬ教を読んだと、まあ、いうことでね初めてまあ可能であったとこう思うんですね。
ですから知的野獣馬的なんていうかな、そのパーソナリティをね、持っている人、人間のやることには何にでも興味のあると、まあ、いうようなタイプの人の方がね、私やっぱり通訳者として体制しやすいのではないかと。つまり小さなその細い井戸をですね、深く掘ることだけにね、興味があるような、まあ、タイプの人もいますでしょ、世の中にはね。そういう方にはね、あるいはやっぱり通訳というような仕事はね、やや馴染まないのではないかという気がしますね。先生、あの通訳を志望している人の中にはですね、はいはい、やはりその第二のその国王先生になろうということですね、あの非常にその一生懸命やってらっしゃる方もいらっしゃいますし、また中にはですね、今おっしゃったようにその何年も海外経験があるというような非常にその羨ましい経験を持った方もいらっしゃる。だけどもあの今までこういろんなあの通訳講座あるいはあのコースの状況を見てますと、例えば100人応募者がいました場合ですね、はいはい、最終的にその1年か2年間のですね、うん、コースでですね、まあ、十分でないかもしれないけど基礎的なそのサクセスフルな力がつくという人はほんの一部か二部なんですね、うんうん、そしてあとの 99% は、まあ、言ってみればその初めからですね、まあ、あなたはその今の段階では不十分だというような烙印を押されるような結果になってしまうと、うんうん、そうするとそのキャリアディベロップメントしましてはね、あの、まあ、サクセスの可能性って非常に少ないわけですね、うんうん、それをあえてですね挑戦しようという段階でですね、自分に課すためのなんか基準あるいはその選択基準ですね、果たして私はその通訳になりたいのかでなれるのかというようなところですね、あの通訳者としての能力と適性の面からですね、何かお話しいただけますでしょうか。まあ、あの一つはやっぱりその通訳の勉強をするということを通じてね、かなり高級なですねその英語の訓練になるということがあると思うんですね。ですからその職業として通訳を選ぶか、あるいは選ばないか、あるいは職業として、通訳者になる適性をね有しているかどうかということ以前にですね、通訳技術の勉強ないしはその通訳講座みたいなものをですね受講されるということが高度のその英語の勉強になると、こういうそのプラスはね、これは副産物かもしれないけれどもね、私はあるし、そのプラスというのは通訳者として適性を持つか否かに関わりなしにですね、どなたにでもその等しく享受していただけるねプラスではないかというふうに思います。そこで、まあ、あの今戸根さんの言われるその通訳者としての適性ということですけれどもね、私はまあいくつかあるんじゃないかと思うんですよ、まあ、一つはねやはりこう何にでも興味のあるというね知的野獣馬であることはこれは欠かせないと思うんです。細い深い穴をですね、ただどんどん深く掘っていくという、まあ、そういうタイプのですね方にはややそぐわない面があるというふうに思いますね。それからもう一つはやはりその、まあ、頭の回転の速さというようなねものがあるのではないかと。でこれは私はね必ずしも回転が速いから頭がいいとは思わないんですよ。非常にじっくり構えてですね沈思黙考の末に何かの結論に至るというようなタイプの人間の性格もあるわけですから、でそれはそれに私は立派な能力だと思うんですが、ただまあ通訳の場合特にまあ同時通訳の際にはなおさらだと思いますけれども、やはりこの回転のスピードの速さと、まあ、いうことはねこれはどうしてもまあ欠かせないのではないかと、まあ、いうふうに思います。ですからまあそれをまあ悪口めいてね言うと、あまりこうじっくり人の言うことの裏を読むとかね、あるいはまあ行間をですね read between the lines という言い方が英語にもありますけれども、その行間を読むことにこう宿泊するというようなね、そういう性格の人だとちょっとやっぱりその通訳者としては向かないんじゃないかなっていう気がしますね。それからまあもう一つはあの通訳者というのはこれは逐字の場合なんか特にそうで、同時通訳よりも逐字の場合にそういうことが言えるんじゃないかと思いますけれども、ある程度までこうパブリックスピーカーとしてのね、適性みたいなものがね、必要とされるのではないかと、まあ、言葉を変えて言いますと何がしかのそのショーマンシップみたいなものね、つまり自らの思いを、まあ、人の思いを自らの言葉としてですねその相手に伝達をするという作業ですから、ある種のこのショーマンシップみたいなものがね求められるというようなこともあるのじゃないかと、まあ、そういうようなものをその総合したところに、まあ、通訳者としての適性資質と
というものが出てくるのではないかと、まあ、こう思いますね。